今日もいい天気になりました。苗出しの日がいつも好天っていうのはとっても助かります。で、今日の苗出しだけど前回ひっくり返しそうになったということで、いろいろとご意見をいただきました。ということで今回、ゴムバンドでちょっと縛ってみようかと思っています。今日もそれから、温湯消毒も続けてやりますので、頑張って一日いきたいと思います。イエーイ。前回の種まきであまり芽の出てなかったコシヒカリですが、なんとか出てます。嬉しい。いやー、よかったよかったよかった。カエルちゃんも喜んでいます。イエーイ。問題の夢ビズホ、少し出てきたかな、出てきたかな、出てるっちゃ出てる。なんとなく出てきています。今後の管理次第かな。はい、3回目の苗出しですが、ちゃんと芽が出てるでしょうか。前回あんなことあったからちょっと心配。あって甘いか、ね、焼けるよ。ママか、ママか、別に音あげたりするわけだ。あげたろうと思って構えちゃった。やめた。焼けねえよ。32度とかってあげないって。でも32度怖いよね。だからちょっとボムベルト回してくれる。ほんま。あの上だけスーッと。要するにこのベルトを斜めに斜めに押さえる。そうそう、上だけをぐるっとこの辺だでいいと思う。ぐるっと。さあ縛ってみてます。まあ揺れ止めだよな。まあ一発目だけ入れればあとは大丈夫ね。2回目からはどこが揺れるか分かるから、だいたいリスクで、だいたい返すの1回目。もうちょっと上の方がいいかとかも、なるべく上の方が揺れは収まる。次どうする？次はいいわ。最初の1回か2回が一番やばい。遠いから距離が。だんだん近づいてくから。まだ大丈夫。確かに大丈夫。安心感は違うよね。770÷180は。4パレット。
これから2つバンドしといて。結局ハウスに入る1回目と2回目をバンドで締めて入っています。やっぱりひっくり返すのは1回目と2回目が一番リスクが高いので、でもこれでかなり安心感はありますね。やっぱりサランラップ巻くっていう説もあったんですけど、そこまでやる必要もないかなと思いながらやっています。いやしかし微妙な目の出方をしとるなあ。まあでもこの程度なら全然安心できると思います。まあ一人でかけれるんや。あ、こんな感じや。あ、簡単簡単簡単。オッケー。でも聞いとると思う。はい、今日も順調にやってます。休憩時間です。イエーイ。今回はまあまあ目出とるな。まあまあ、まあ、まあひどひどすぎる。これすごい出とらんね。ほら、これ出とる。はいはいはい。苗出しが終わったら次は、種もみの温湯消毒に農協まで行ってやります。はい、もうちょっとーい。イエーイ。ハルゲイ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 。俺とかしゃっ、はい、うわ効果は入れんねんぞ。イエーッ、はぁーッ、うわっ、うわっ、はぁ、はい、あげたけどスイッチ消して。はい、3回目の、ちょっと待ってよばあちゃん。はい、3回目の苗出し終わりました。イエーイ。調味料もうどん、そろそろこれ下げとかんなんで、ね、傘下げとかんだけ出したら。今日の温湯消毒は全部で253キロ、ミルキークイーン16袋、そしてコシヒカリが32袋と宇宙米が全部で13キロあります。まずこれは温湯消毒で、今ここで60度で、8分でセットされておいて、で本当は10分ねんけど、入れとる間とでこっちで出してからのタイムラグがあるんで、2分余裕持っとる。で8分入れるけど、そしたら用意ドンという形で両側から2つ種もみ持って、はい、
せーので、ジャブ入れてから上げ下げ3回ほどして、中にお湯を染み込ませてから、この棒を刺して、ここで、あの、そこの、ここ、あ、ここ、カメラを見てみて、ここ、ここに棒を刺して、あの、チューズにする。でないと、これ、入ってしまうと、中の口を取って、本当、ネットで、あの、ダチョウクラブじゃないと手が入れないんだから、これで中振りにしてやってみるか。ということで、で、そしたら、ここでスイッチオン。置いたら、80分でビリビリビリってなるから、そしたらめくって、そいつをまたジャーって水を湯切って、切らないと、このまま出たらどんどん減ってくるから、ね、で、切って、で、ここに入れて、また何回もジャブーンってやって、で次まだ隣に入れて、で、すぐこっちから入れて、そういう並びでやる。まあちょっとやってみようか。はい。はい、じゃあ、はい、ジャブー染み込ませて、上げる。で、もう一回下ろす。もう一回、はい。はい、下ろして。棒。で、棒。で、棒を入れる。はい、これ入れた。で、閉める。はい、スイッチオン。よし。忘れねえって、何回か忘れたことない。これがさ、このピコピコよ。このちっちゃいピコピコがタイマー動いてるって印なんだな。60度設定やけど、冷たい種も見れたらちょっと下がる。59.5 になる。大丈夫。十分。それで8分待つんです。ポチッとな。いや、ここで、こういう感じで、そんな近づきだとか大変。で、俺が入れる。はい。じゃあ、入れる。よいしょ。はい、じゃあ、入れる。はい、次。はい、2人揃って。はい、ジャブ。上げる。手前に引く。手前に引っ掛けて。はい、ジャブ。はい、上げる。ジャブ。もう今。はい。はい、ポチッとな。ありがとうございます。はい、もんでもんでもんで、とりあえずここに置けば水切って、で水切れたら軽トラに積もう。はい、さあ
ミルキークイーンを行った会社の水槽に入れてきます。行こう。すいません。若かったらもうアキラですけど、ね、今もアキラです。アキラは赤っぽくていろいろシール貼ったのよ。本当はね。でもあれにインスパイアされて本当のデザイナーが作っとるのは確実だよね。ジャポン。すごいジャポン。うん。ジャポン。ジャポン。そんな頑張らんでいいよ、はい、林野さん頑張らない同業やっとるから。頑張ったら長続き選手。さて、あ、ここに置いとく、はいよ、はい、はい、まずはここまで運ぶか、はい、おしっかり、はい、ゴー、はい、はい、ポチッとな。このトラクターって SL350？ これ SL350、 35馬力のトラクターに GS って左側に入ってるんですけど、直進キープの機能を追加したトラクター。セミクロパワークロですね。パワークロ、はい、いやこの前ハマってさ。ハマすか、指示まで。あ、そしたらみんなパワークロ買えって100万回言われねえけど、はい、でもこれでのどいち走り回っとったら泥巻き散らしながら走るよ、ね、タイヤと比べるとどうしても巻き散らかしますね。あ、ただそのパワークロでも今これ新しく改良してだいぶ土がつきにくい。へえ、そうだよ、はい、でもこの間とかにどうしても絶対入るよね。まあ、どうしてもこれがボト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 落ちるのよ、はい、ねえ。でやっぱり路上アスファルト路面をガンガン走る機会ではないよね、どっちにしろ。あくまでやっぱ補助だよね、はい、重たい作業機引っ張るとか。いやしかも知っとる？俺レスキューの動画撮りに行ったらもう上がっとったという大事件。あれで再生数だいぶ落ちたよ。あ、これがあればね。また機会あったらぜひ貸してください、はい、お願いします。ということで、JA さんの実演機を撮ってみました。またお願いします。はい、お昼前ラスト、モンデモンデー。そっか、下がってきた。何度になった？ 58.0。 いや、もっと下がってる。あ、もっと下がってる。入れすぎたか。はい。そうしたら、昼飯です。はい、撤収。とりあえず撤収。
あ、遅なった。はい、入れて入れて。飯だ飯だ。オッケー、じゃあお食事にしましょう。イエイ。けど温度戻ったかな。おお、よかったよかった。さっき下がっちまったからビビってたわ一瞬。ああ、昼一。ドン。J のジャンキー、ここコールドって書いてあるけど横から見るとホットやね、ホットやね。おい、どれ買うの？かな、コールドドン。はい、どうや、あったかい。本当か、動画じゃ温度わからん。マジかい、湯気出るやろ。ちょっとバック暗い方がいい。はい、いけ。はい、絶対わからん。はい、10枚して。はい、10枚です。見える？はい。お手に指輪つったね。排水。本当に終わりました。イエーイ。本当終了。はい、今日の作業は終了です。イエイ。